旧日本軍の元慰安婦がまた一人、死去した。韓国停戦隊問題対策協議会は、景気道広州市のナヌムのうちに居住していた元慰安婦が興味名、死去したと明らかにした。これで政府に登録された元慰安婦のうち生存者は30人となった。停隊協は、 死去した元慰安婦は1945年に強制動員され、苦しい生活をしなければならず、解放後、故郷へ戻り2012年からナヌムのうちで生活したと説明した。遺族の意向により、死去した元慰安婦の身元は非公開となった。